全国食すみれのお二人にもお手数をおかけしております。おっさんなんかまたカラオケ大会みたいに言ってるけど、カラオケじゃなくて生演奏ですからね。どうしようですね、生ですからね。先日ですね、はい、配信がございましてね、水産大泉さんが揃って、我々は茨城にいたんですけれどもね、そこでなんと、13万人以上の方がお知らせされている中で、ポロッと次の企画言っちゃいましてね、言っちゃいまして、はいはいはい、ロビンソンっていう名前を言っちゃいましてね、トレンドの1位だったんです。そうですね、それに、まあ、ちなんだというわけじゃないんですけれども、ちなんだ、これからご披露する曲はですね、そのロビンソンに捧ぐといいますか、なるほど、西表島に捧ぐといいますか、これは今時タイムリーですね。そうですね、ちょうど皆さんの中にも、西表島での長い一夜、あの世界トレンドに入ったロビンソンに捧げる歌ですね。長い一夜がですね、走馬灯のように蘇ってくるんじゃないでしょうか。それではね、MC ばかり長くてもね、これベテランのアーティストみたいになっちゃいますので、我々まだ新人でこれ4会場目ということですね。4会場目ぐらいですか。ツアーは4会場ですね。ツイートもなんかやった気がするんですよね。いやいやいや、まだまだです。そうですか。まだまだです。ということで、西表島の夜を思い浮かべながら、いいですね、この曲ムーディーな聞いていただきました。夜の歌です。そうです。夜霧よ今夜もあり。そっと言うのさ。
今夜も朝までありがとう。全然まだ続きます。いやいやいや、さあ皆さん、楽しい時間はあっという間とうとう最後の曲になってしまいました。早いもので最後の曲は男はつらいの、番組とは一切関係ないですけども、トラさんですからね、鹿さんがありますので2番から替え歌になっておりさあとっととやりましょう。はい、やりましょう。最後の曲、男はつらいよ。葛飾柴又です。帝釈天で運輸を使い、姓は熊、名は鹿でした。人呼んで運転の虎と発します。
はい、本当に短い間でしたけどね。あっという間でしたね。また明日やりますからね、ぜひ長野の方へ来ていただきたいと思っております。そうですね。じゃあ、はい、この後は樋口陽一さんの今度のスペシャルライブございますんでね、はい、そちらの方気合を入れてまいりましょうということで、はい、前座でございました。ありがとうございました。